今新潟県にいます。カラマツの後に八方、日帰り貸切風呂で調べたらここがヒットしたんですよ。それで近くかと思って予約したら、結構遠かった。30分ぐらい。姫川温泉っていう古い小さな温泉郷なんかお店とかは全然ない、宿が何個かあるぐらいの、宿の、普段は宿泊で女性用男性用って分かれてるんだけど、貸し切りにすると1時間半しかも1組3000円で入れる。これすごくお値打ちじゃないかな。なんか想像以上にすごいところでびっくりしました。というわけで今からお風呂に入ります。気持ちいい、すごい開放感。よかった、雨止んで。雨降ったらもう雨に打たれながら温泉に入る感じ。なんかね、結構ぬるめでゆっくり入ってられるぐらいの温度になってていいですね。まあお水出してんのか。で、源泉かけ流し 100% で、お湯は今入ったばっかりなんだけど、ちょっとかすかに硫黄の香りがします。で、しっとり系な感じがする。うん、いいな。思いがけずいいところを見つけた。最初遠いってなって、でも来る価値あると思う。ここに来るまでにちょっと時間があったから、お昼ご飯を食べてから温泉に行こうと思って。でもこの辺ほんと何もないの。なんかね、小谷村っていうとこなんだけど、小谷村ランチで検索したらスキー場のなんかレストランとかしか出てこないんだよね。で、まあ道の駅はあったんだけど、でもなんかせっかくだからなと思ったら、日本海まであと25キロとか書いてあって、そんなに近いんだと思って、で糸魚川に行ったんだよね。だけど糸魚川の町に入ったら多分混んでたりとかしたら嫌だなと思ったから、糸魚川に行く手前のなんかもう本当にこうロードサイドのなんか定食屋さんっていうのか、揚げ富士っていうとんかつ屋さんを見つけたので、そこに入ったら予想以上に美味しかった。なんかきっとトラックの運転手さんとか来たりするのかなと思うんだけど、とんかつはお肉がすごい柔らかくって、でなんか油もいい感じ、油の嫌な匂いがしなくって、パン粉が結構細かいんだけどサクサクしてて美味しかったのと、あとタラ汁っていうのがあった。タラのお味噌汁でごぼうとかも入ってるんだけど、私魚介のお味噌汁って好きなんだよね。あら汁みたいなのがすごい好きで、とっても美味しかったです。なんか全然想像以上にめちゃめちゃいいランチを食べられたっていう感じで、あとは従業員の人たちの雰囲気がすごい良かった。うん、いいとこあるなって思いました。気持ちよかった。
なんか90分あっという間だった。あっという間だったけどのんびりできた。これから新潟周りで大旅行になったけど、帰ってきっと中村屋さんで今日の一日を終えるっていうことになると思います。そろそろもう高い山は登れないシーズンになってきたけど、本当は冬前に蓼科に行ってみたいんだよね。雪山のことを考えて、その前に一回登っておきたいなっていうのと、あとはちょっと低山シーズンがまた始まるので、近場の山とか富士山が綺麗に見える山とかいろいろ行きたいと思います。それではまた、バイバーイ。